マシュー・ライアン・ケンプは、アメリカ合衆国オクラホマ州オクラホマ軍、ミッドウェストシティ出身のプロ野球選手。右藤右内。現在は、フリーエージェント。愛称は、ザ・バイソン。オクラホマ州のミッドウェストシティ高等学校時代には、野球とバスケットボールの両方で頭角を表す。高校時代のバスケットボールチームのチームメートには、 NBA のボストンセルティックスに所属するシェルデン、ウィリアムスがいた。2003年の MLB ドラフト6巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名され、6月5日に契約。2006年5月28日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。メジャー初安打を記録した。7月1日のドジャースタジアムでのフィラデルフィアフィリーズ戦で、カビンフロイドから、 メジャー初本塁打を放つと、翌日、翌々日の試合でも本塁打を放ち、メジャー昇格後10日で4本塁打という鮮烈なデビューを飾った。これは、球団史上初、メジャーリーグ全体でも史上5人目の快挙であった。その後、一旦は、参加の AAA 級ラスベガスフィフティワンズに降格するも、9月1日のロースター拡大後は、再びメジャーに昇格。 最終的に打率、253、7本塁打、23打点、6盗塁を記録した。2007年は、開幕をメジャーで迎えるが、4月9日のコロラドロッキーズ戦で、打球を追って、ドジャースタジアムのフェンスに激突するという、アクシデントによる負傷で故障者リスト入り。怪我から復帰後は、トリプル A 級ラスベガスでの調整を経て6月8日に、メジャーに復帰。 その後は、校長を維持し、最終的に98試合の出場ながら打率、342という成績を残す。また、本類が、盗塁も初めて二桁に到達した。2008年は、当初右翼のレギュラーとして期待されていたが、アンドリュー・ジョーンズの故障もあって中堅に回る。4月28日から5月4日のプレイヤー・オブ・ザ・ウィークにも選ばれ、完全に、 レギュラーの地位を確保した。6月3日のロッキーズ戦で相手保守のヨービットトレアルバと乱闘騒ぎを起こして退場処分となり4試合の出場停止処分を受けたこともあったが最終的には155試合に出場して打率290、18本塁打76打点35盗塁を記録した。2009年は自己ベストのシーズンを送った。 出場試合数159を含めて、得点、安打、三塁打、本塁打、支球、打率、出塁率、超打率、支球、儀費などの各部門で前年を上回る数字を残し、逆に盗塁し、三振をどちらも減少させた。特に本塁打と打点は、それぞれ25本、100打点のラインをクリアした。シーズン終了後の MVP 投票では10位にランクインし、 11月11日にゴールドグラブ賞、12日にシルバースラッガー賞を受賞した。2010年は全162試合に出場し、自己ベストを更新する28本塁打を記録したが、打率2割5分、打点90をクリアできなかった。また、投塁では、成功19に対して失敗が15と、投塁成功率が低下し、自己アーストの173振を喫した。 2011年は初めてオールスターに選出された。9月26日には9月3週目のプレイヤーオブザ・ウィークに選出された。三冠王は逃したが本塁打王、打点王と2冠を達成し、3割40歩に40、盗塁まであと1本塁打に迫った。11月2日に自身2度目のゴールドグラブ賞、同じく2度目のシルバーアスラッガー賞を受賞し、 10月24日に地震初のハンク・アーロン賞を受賞。11月4日にはプレイヤーズ・チョイス・アワーズの優秀選手賞を受賞した。11月18日に8年1億6000万ドルでドジャースと契約延長。これはケビン・ブラウンの7年1億500万ドルを大きく上回る球団史上最高額であり、MLB 全体でも史上7番目の大型契約となる。 MVP 投票では、ライアン・ブラウンについて2位だったが、後に、ブラウンの禁止薬物使用が発覚するとブラウンの MVP は剥奪されるべきだと批判した。2012年は、開幕から好調で本塁打を量産。しかし、5月30日のミルウォーキーブルワーズ戦で、左ハムストリングを負傷し、翌日故障者リスト入りした。7月13日に復帰したが、その後は調子を落とし、 最終的には106試合の出場で打率30。303、23本塁が69打点、9盗塁に終わった。2013年7月21日のナショナルズ戦で左足首を捻挫。その後もプレーしていたが状態が悪化し、オフの10月21日に左足首を手術し、2014年シーズンの開幕には間に合う見込みと球団が発表した。 ロサンゼルスドジャース時代2014年3月19日に前年の手術の影響で15日間の故障者リスト入りし開幕後の4月4日に外れた。先月復帰後、外野の3ポジションを点々としながら150試合に出場。打率287、25本塁が89打点という成績を記録した。オールスター以降に調子を上げ。 64試合で打率。309,17本塁打、54打点と打ち、本塁打と打点の多くを後半戦で稼いだ。2014年12月18日にヤズマにグランダル、ジョー・イーランド、ザック、エフリンとのトレードで、ティーム・フェデロビッチと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。サンディエゴ・パドレス時代2015年8月14日のロッキーズ戦において、 サイクルアンダを達成した。同じくこの年チームに加入したジャスティン・アップトンと共に打線の中軸に座り、154試合に出場し、リーグ4位の100打点を挙げた。2016年も右翼のレギュラーで100試合に出場し、打率262、23本塁打、69打点を記録した。2016年7月30日に、 ヘクター・オリベラとのトレードでアトランタ・ブレイブスへ移籍した。ブレイブス加入後は打撃の調子が上がり56試合で打率280、12本塁打39打点1盗塁という成績をマーク。パドレスとの合計では156試合の出場で打率268、35本塁打108打点1盗塁だった。 2017年は119試合に出場し、打率276、19本類打、64打点を記録したが、リーグワーストの25閉鎖打を起死した。2017年12月16日に、スコット・カズミアー、チャーリー・カルバーソン、エイドリアン・ゴンザレス及び金銭とのトレードで、ドジャースへ復帰した。2018年6月13日のテキサス・レンジャーズ戦で、 本類侵入時に、レンジャーズのホシロビンソンチリの巣に対し、激しいタックルをしたことから乱闘を起こして、退場処分を受けた。6月15日に、MLB より1試合出場停止と罰金の処分を受けた。この年は146試合に出場し、打率290、21本類が85打点を記録した。2018年12月21日に、 ホーマーベイリー、ジーターダウンズ、ジョサイアグレートのトレードで、アレックスウッド、ヤシエル・プイグ、カイル・ファーマーと共にシンシナティ・レッツへ移籍した。2019年は20試合に出場して打率。201本塁打、5打点に終わり、5月4日に自由契約となった。2019年5月24日に、ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結ぶも、7月12日に、 自由契約となった。2019年12月18日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年6月26日に自由契約となった。その後、7月3日に新型コロナウイルスの影響で今季出場を辞退したヤンデスモンドの大役として、 ロッキーズとマイナー契約を結んだ。7月17日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの10月28日に FA となった。愛称のザバイソンはメジャー昇格後2試合目となる2006年5月29日のブレーブス戦の4回、ケンプが2投を決めた際にテレビ放送で解説を務めていた往年の名刀シュドン・サットンが バッファローがダイヤモンドを駆け回っているようだ。と表現したのがきっかけである。この表現は、ケンプの大柄な体格と、相まって一気に浸透した。後に、バッフェローの愛称は、北米で、より一般に野球を意味する、バイソンと改められた。オクラホマ州出身だが、シーズンオフの間もロサンゼルスに今日構えている。ありがとうございます。